つでもええよ。はい、今回やりますのは、あ、待って、間違えた、ごめんごめん、ちょっと待ってよ、撮りますよ、うん、撮りますよ、うん、はい、どうぞ。登山家あるある。今回はですね、登山中のあるあるではなく、登山家が日常生活でよく起こる事象を紹介していきます。はい、書いておいて。なんか踏んだ、うんこ踏んだ、石でした。あ、このうんちまんべ、石でした。はい、さあ、登山家あるあるですね、どうしようかな、はい、あ、僕書けましたか。書けたよ。登山家あるある、はい、どうぞ。じゃん、リュックのことをザックという。はい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 、どうですか。そうですね、言いますね。あるでしょ、うん、はい、かけました。はいはい、ドン。ニット帽をかぶりがち。なるほど、もう日常生活でもニット帽をかぶりがちだと思います。あと登山家、うん、今も僕かぶってます、うん、うんうんうん、私それに近いやつやったっけ、それに変えよう。あ、変える。あ、なんかバッタ振動のバッタの上にこれ落としまった、きっしょ美味しそう、変えよう。油で揚げたら美味しいですよ、バッタ。イナゴね。美味しい。イナゴってバッタなの？エビみたいな。はい、できたようですね。どうぞ、トザンカあるある。はい。はい、ニット帽が出たので、これ。ハットも持ってる。こういうやつ。とか、なんかこう。ああ、ちょっと垂れとるやつ。そう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 。みたいな、こうなんか、つばが広いやつ。ツナフキンの帽子みたいな、だるになっとるね。そうそうそう、持ってません？ああ、おるおる。結構、夏とかかぶってる人多い気がします。うん、あの紐付きのね。そう。ああ、おるわ。いますいます。だから、ね、冬はニット帽、夏はそれハットのやつ。それね、はい、なんて名前なんだろうそれなんだろうか、これかぶらんけん分からん。私もね、かぶらないんでちょっと分かんないですけど、うん、持ってるでしょ。持ってる。はい、かけました。はいはい、ドン。地図を見ると山を探してしまう、そして気になる。あるね。で、山っぷで調べて、この難易度調べたり、うんうん、登山道があるのか調べちゃうという。あるね。登山家ならあることじゃないでしょうかね。これはする。うん。できました？さっきのとも似てます、かなり。ああ、さっきの。知らない土地の山が気になる。気になるね。山ばかり見ている。うんうんうん。この山は何なんだと。ああ、うん。遠目で見て。遠目で見て。あの、なんか形の変わった山、あれ何なんだろうって調べて、気になって調べてしまうと。そう。そしてさっき言ってくれた山、さっき言ってくれたやつみたいに、うん、ヤマップの地図見て、見るかもしれない。見るね。探す探す。ああ、なんだ、登れるんか、登山口なのかな、パターン。そう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 。はいはいはい。なんかそれに似たようなものを私用意してました。登山家あるある。また来た？よし。ちょっと紹介しますね。はい。はい、かけました。はい、さっきと似てるやつ、ダウン、うん。運転していると山を見つけて名前を調べてしまう。なるほど。はい、さっきの似たようなパターンですね。うん、はい。目に入るものすべてが気になる。目に入る山が。そう。これやっぱ登山家あるあるでしょう。でしょうね。もう私生活でも登山のことにちょっと頭が片隅にあるっていうね。もうすごいね。山にどっぷりね。あの山なんだ。はい、登山家あるあるお願いします。はい。ドン。天気予報常にチェック。あはは、わかる。だいたい毎日見てる。見てるね。1週間先、次山行く日の天気予報を毎日見る。毎日見るね。毎日見てみる。ちょっとそれに似たようなあるあるあります。OK。さっきのと似たような感じですけども、ドン、うん、人一倍天気に気を使う、うん。土日雨だったらこの世の終わり。はい。なりますね。はい、そうなんですよ。今もこの世の終わりみたいな気持ちかもしれませんね。あ、今雨ですね、本当。雨なんで行けませんでした、登山に。残念。はい、この世の終わりのような動画撮ってます。はい、登山家あるある、ドン。チェックシャツ1枚持っている持ってるね、うん、チェック好きなね、登山家の女子多い子だね、しかも女子多いでしょ。女子はチェックシャツ下に持ってるね。持ってるでしょ。あ、持ってる持ってる。私も冬物と夏物と、あ、持ってた、持っております。チェック、銀ガムチェック持ってる。あ、銀ガムとかね。あ、素晴らしいね、うんうん、でしょ。山ガールですね、うん、買っちゃうね。登山女子、登山女子。私もちょっとウェア関連で引っ掛けました。はい、はい、ドン。信号機みたいなウェア飽きがち青、黄色、赤、あれね、やりますねこれ、あの山行ったらほとんどこれになります。特に冬とか、うん、雨の日とか。あ、そうそうそう、レインウェア系。冬ね、雨ね、うん、みんなこの色しとるね、うん、原色ね。ちょっと遠く見てみたら信号機みたいになってるっていうね、みんなが、うん、進んでいいのか止まっていいのか分かりません、ね、そう、うん、突撃してください赤でも進め。赤でも進め。赤でも進め。青でも止まれ。青でも止まれ。黄色は気をつけて進んででございます。はい、服装関連でもう一度、もう一ネタ。はい、どうも。アークテリクスが欲しい。あー、欲しい。高いでしょ。欲しい。これ欲しいよね。あんた、アークの帽子やったね。欲しい。これ帽子はまだやりやすいんですけどね。アークの上は進んですよ。
いいよねあれ、6万、5万、7万、8万、10万、15万、100万とありますからね。憧れはアクティリクスのハードシェルですね。そう、究極究極の一番高いやつ、うん、あそこになかなか手が出ない。あれも今14、5万するんじゃないですかね。あ、やっばやっばね、はい、はい、企業案件待ってます蹴散らされるねなんじゃみたいな、うん、なんやこの田舎者言うて、なんじゃなんじゃみたいな、寝首かいてやる。はい、登山家あるあるお願いします。はい、どん。チタンマグ愛用。チタンマグね。チタンマグです。なるほど、うん、ジャスタスノーピークですけど、いろんなとこからいろんなメーカーさんが出てます。あ、はいはいはい、軽い、おしゃれ、うん、チタンマグをやっぱりぶら下げちゃう。なるほどね。はい、チタンマグって何ですか。あのスノーピークのカップのことです。チタンチタン、あ、チタン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 のマグカップ、ステンレスなくてチタン、軽い方あ、なるほどね、うん、チタンマグ分からんまま私分かったように話してましたこれであとカットしませんからね私、私の知らないまま、あーね、はいはいっていうあの姑息な嘘をね見破ってください。今の完全に知りませんでしたからね。チタンね、うん、チタンのマグカップね、うん、そうそう、あなたがいかんね、分かりやすいように書かんから。大丈夫、みんな分かってる、うん、みんな分かってる、うん、俺だけ、うん、あ、俺だけガラパゴスだったあれ、俺だけガラパゴスだった、あれ、いじめ、いじめじゃん、いじめやね、やっぱり いじかけました、はい、先ほどアクテリクスが高いと言いましたので私はこれです、うん、私服までモンベルになりつつあるもう靴下とかさ、靴下ね、あの、うんうん、あのなんていうの、フリースみたいなやつとか、うんうん、ウインナーとかも、うん、もうなんかモンベルになりつつあります。結構着てるよね、うんうん、グレートモンベラーでございますからね私エリートモンベラーじゃん、うん、俺グレートモンベラー、どっちがいい強い、グレートの方が強いんじゃない。でもエリートってかっこよくない、ね、エリートの方がかっこいいな、うん、なんかカリスマ感がある、ね、俺はねグレートサイヤマンから引きずられた時、うん、あのダサいポーズも撮りますよ。スーパーモンベラーじゃない、スーパーモンベラー一番ダサいね、うん、やっぱポケモンでもスーパーボールってやっぱ低いや、モンスターボールの次でしょ、うん、ハイパーの方が強い。ほんじゃマスターモンベラーが一番いいんじゃない。マスターめっちゃすごいね、あの老子って言ってもええわ、あの、うん、老子老子老子マスターマスターモンベラー、マスターモンベラー目指してください。はい、目指しましょうみんなで、うんうん、アクテリクスはじゃあどうですあ、またまた悪い方に落としよる、すぐ落としてしまうよねなんか落として笑いを取ろうとしてしまうよ、しんすけみたいな思考してしまう。いいんじゃない、うん、はい、登山カードあるお願いします。はい、で斜面を見るとルートを探す。おほほほ、これはどうやって登るんだとか、うんうん、これはこうやったら下れるなっていうのを私はつい見てしまう。なるほどね、それ登山中ですか。うん、あの普通に散歩しようっても、あーで、あの斜面見て、山の斜面見て、うん、あの尾根登山道あるかなっていう感じか。まあ散歩しよるときに、うん、ふとここに壁があったら、あ、こうやって行ったら登れるなとか、公園歩いとってザ登山道やね坂があったら、あ、こう行ったら降りれるなと、あ、そうやね、思いませんか。あ、もうこの斜面登れそうやなとか思う。そうあーやばいな、うん、これ登山があるあるですからね。登山ブレイン、うん、登山ブレイン、クランビングブレインやな。ブレインクラムビングトレイン、トレイン、トレイン電車だった、電車になった、電車になった、似たようなもんだろう。はい、かけました。はい、はい、運転していると山を見つけてしまい語ってしまう、そして友達に前も聞いたよと指摘される、ごめんという迷惑な友達しよるやん。迷惑な友達しますこれ、あのいつもやるやつですね同じことをまた話してしまう。話しまう、うん、話してしまう、まあ、語りたくなりますよね。君に話したっけなみたいな、もうなるほどねあ、話したるね、ごめんよ言うて。そうかそうかと。でもこれもたまにあの山高いな、なんて言うんってやっぱ聞いてくる友達おるんですよ。あ、うん、知っとんだろうみたいな。いい友達やね、うん、聞いてきてくれるんですよ。語らせてくれるんじゃん。あれはね、笹上ね言うてね言うて、うん、いつも寒風山トンネルぐらいで言うんですよ。あ、語らせてくれるんじゃん、うん、そう、寒風山トンネル、寒風山とか言うんですよ。この上に山頂あるよとか言ってしまうんですよ。うん、ほらほら、もう喋りすぎてもうマシンガントークが止まらない。止まらんね、うん、これ登山からあるですから、ね、ロマンティックが止まらない、うん、登山からあるですか。 CCB はい、かけました。はい、はい、ドン。冬山は登山用の靴下が日常生活でも活躍する。あったかいもんね。そう、あったかいです。今シーズンずっと履きすぎて穴開きましたね、どうぞ親指に。ついについに開きました。それはもうモンベルさん行かない感じですね。はい、今開いてます穴、多分ちょっと見せますね皆さん。あ、作ろったんだった、この間。そんなことできるん。うん、え、そんなことできるんじゃんあ、これちょ写真撮っとくか、こっちで。
はい、これでございます。これね、親指に穴開いたんですけど、私繕いましたんで、ね、私裁縫得意ですからね。裁縫検定2級でございますから。ダウンも縫わないからね、うんうん、ダウンも縫ってますよ、もちろん。ほら、残念ながらダウンも縫ってます。ダウンじゃなくなるよ、うん、これね、どんどん出ますからね、皆さん。これこれ毛が前よ、これ。あれ、ほら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 、あれあれ、どれ、あれあれあれ、そう、前よと前よ、これ私のなんですよ、さっき前やったやつ。回収しておきましょう。はい、登山家あるあるお願いします。はい、ダン、目標富士山、そして次が槍ヶ岳。ああ、そうでしょうね、皆さんそうでしょうね、多分。どうですか、大体思うんですけど、うん、憧れの山に結構やっぱみんな富士山に登りたいと思うでしょ。そうやね。これをやったら次に見に行くのが多分私はこれだと思うんですね。そうですね、槍ヶ岳、そうだと思います。高まるけど槍ヶ岳、うん、みんなそういう意識になってくると思う、ね、登山家ガチでやり始めたらこうなるんじゃないかと思います。やっぱり日本一の高い山と日本一登山家が集まると言われるというか、登りたいと思われる山ナンバーワンですからね、やり方でとんがってますね、あれね、うん、どうでしょうだと思います、うん、かけました。はい、はい、どう、登山帰りやることが多い。あー、洗濯、あるでしょ。そう、洗濯、登山靴洗う、服を洗う、うん、ギアも洗う、ギアも洗う、うん、体も洗う、体も洗う、とにかく洗うことばかり。そう、冬なんかで愛染も増えたりするし、うん、とりあえず登山後やることが多いと。忙しいね。あとよそ行ってるんで観光地行ったりとか、うん、お風呂寄ったりとか、うんうん、道の駅寄ったりとか、ご飯食べたりとか、ご飯食べたりとかやることが多いなんですよ。ドライブスルー寄ったりとか、そう、マクドナルド行ったりとか、食べたばっかりです。サムライマック食べたりとかね食べてばかりです、うん、忙しい。俺体重増えるけんな。もうなんですか、こんなに登山しても体重増えますからね、皆さんお気をつけくださいね。血管年齢とかすごいことになってますよ、多分。まあ筋肉かもしれませんけどね。あ、そうか、ね、じゃあ付け加えます、はい、登山後ね、うん、でも SNS に忙しい。あはは、なるほど、ヤマップ、あー、そうじゃね、インスタグラム、そうじゃね、うん、まあ、うんうんうん、山レコとかしてる人とかもいると思いますけど。そうっすね、忙しい、いろいろ文面考えてね、うん、ヤマップにここはこう、この写真はこうみたいなの付け足したりね、うん、アップしてね、アップしたり、うん、インスタグラムにあのハッシュタグつけてどこどこや山あったかね、やったりね、忙しいっす。しよる人は YouTube ね、うん、動画やってみたり。なるほどね。あ、忙しい、忙しい、忙しいんです、意外に、うん、やらんかったんやんだけどね自分だけ写真撮ってね、まあ、今はね、自然を楽しむだけじゃないという、ね、あ、そうですね、うん、開けました、うん、はい、ドン。スーパーで買うものに固定のものが出てくる。スピースポドリゼリーカロリーメイトウインナー、うん、どう、出るね、出るでしょね、ここね、ウインナー、私たちの代名詞ウインナー、うん、やはり山で焼きたい、うんうん、最近焼いてないけど、うん、買うね、買うでしょ、固定のもの出てくるでしょ。毎回スーパー行って買い物しようってなったら、うん、あー、スポドリないな、明日の登山ちょっと水分補給せないかのにこれないわ言うて、なるなる、スポドリ買ってしまうんですよ。毎回のように買ってしまうんですよ。買っちゃいますね、うん、あとカップ麺とかね、これ近いよ、近いもん買えてる、もう買えた、これ、ね、お願いします。カップ麺ストックしている、してる、俺5つあるもん今でしょいや5つあるもんね、5つもある、エースコックのやつ5つある、ほらほら、これあるある、もう買い物とちょっとほぼ一緒ですけど、あと金ちゃんヌードルもいっぱい食べてますからね、徳島政府さん、徳島政府ね、うん、カロリーメイトもありますよ、大塚製薬さん言うね、アピールしてますよ、なるほど、大塚製薬さんと徳島製薬、どっちも徳島ですね、ああ徳島行かれが、地元企業応援しないとね、ちょっと工場計画でも行くかな、そろそろ攻めるか、いいね、そろそろ東を攻めるか、いいね、うん、待ってます私も待ってます。ちょっと怪しいもの書きました、あなた、いいですよ、じゃあお願いします。ガール、はい、落ちているゴミを拾いたくなる、うわー、あんたすごいね、拾うでしょ、まあ嫌な気持ちにはなる、ゴミ落ちてたら拾うでしょ、ほんとね、うん、あの一緒に山とか登ったことあるんです、うん、友達とかと、はい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 、もう普通に山にゴミがあったらゴミ袋を持っといて、うん、その子は、その人は、うん、拾ってもうしまう、うわ、拾ってしまう、すごいエリートだ、登山エリート、うん、そう、それを見て、うん、私ももうゴミを向こうにやっても拾わないかなと、あ、素晴らしい素晴らしい心がけでございます、ね、やってくれる人やっぱおる、うん、心の綺麗な方だ、ベタ褒めするよ、そんな人おったら、すごいよね、涙出るかもしれない、本当そのね、うん、ゴミ袋を持ってきてる人がね、いましてね、うん、すごい尊敬しました、尊敬に値するね、本当にね、うん、尊敬に値するって上からみたいな言い方があったけど、いやいや、まあでも、うん、はい、尊敬します、うん、すごい、うん、はい、かけました、はい、はい、ドン。人一倍ガソリン減りがち、そう
二重課税どうにかならんかのガソリン税と消費税。それはある。登山家の方みんな思ってるんじゃないでしょうか。今ね安くもないですからね。ほんまよ。ほんと減る。めちゃ減るよね。しかも山道だから減るんよね。うん、減ります。うん。2週間に1回、いや私毎週ぐらい入れてますね。あ、もうその勢いやね。その勢いですね。やっぱりハイブリッドしたでしょうね、今回は。これからはね、ハイブリッド、ハイブリッド SUV どう？これが勝ちです。ハイブリッドジムニーとかどう？もう勝ちや。最強がそうだね。最強。ハイブリッドって壊れそうだね、なんかね、山道で。いや私だいぶ乗ってますけどね、まだ壊れてませんね。そうか、そうでしたね、うん、あとちょっとで20万キロいきますけど、うん、だいぶそこはあのやられてるけど、あの車のそこだいぶあのねえ、はい、岩にやられてますけど生きてますからね。はい、まだ燃費もこんなに落ちません、ね、はい、登山あるあるお願いします。はい、ベン自宅に登山ギアコーナー作りがち。俺やってますね。お店みたいにね、お店にしてます。展示するんですよ。展示します。靴とかね、釣れるようにします。あのね、うん、網網の網買って、うん、それにね、うん、やります。靴ね、ピッケルとかね、靴並べたりね、うん、並べたりね、ピッケルも吊るしたりね、うん、うん、やります。ザックもちょっと並べてみてね。そう、登山靴も壁にこう並べたりします。うんうん、やりたくなるじゃないですか。結構変態登山家になってきとるね、それでやる。本当、うん、普通の人はやるんかな。いや、まあ、もしかしたら、土間収納とかに作ってるかもしれないですね。あー、なるほどね、うんうん、はい、かけました、うん、登山家あるある、ドン。足の指の豆がとても成長している、カチカチ。わかるかもしれません。それはわかるわ。わかるわかる。あなたも、女子のあなたもこうなる。なんか硬くなるんよね。あー、なるやろ、うん、なるなる。俺もカチカチで、もうほんと、うん、息子のように硬くなりました、ほんと。やっぱりね、なんかおかしいかつ、どん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 地面に叩きつけられるけん。あー、そうです、そうです。もう硬くなります、うん、もうなんか一人の人間として生活しているような、そのようなサイズになってます。そんなになる、うん、千と千尋の棒みたいになってます。喋り出した、うん、スタンド能力みたいな、なんかね、うん、スタンドね、うん、あの豆のスタンド、豆みたいな、豆のスタンドなんかあったっけ。思った気がする。はい、登山家あるあるお願いします。はい、ベン。ちょかりんぐ、軽装、うん、重装備、そして最後は軽装に。ああ、なるほど、サイクルやね、うん、なんか服装サイクルやね。そうそう、なんか初めは軽くてだんだん揃え出して。そうやね、やっぱり軽い方がいいなと最後こっちになって。うんうん、どう、なる、なるなる、うん、でもね、最終的にはそこまた重装備に戻るんだと思う、俺は。ああ、確かにね、うん、最後はやっぱりそう、こっちね、最後はもう重装キャンパー、うん、3泊4日そう、最後はサイクルですよ、うん、やっぱサイクルですね、うん、このサイクルを繰り返す。そうだね、はい、うん、はい、登山家あるある、ドン。膝軟骨を心配しだすヒアルロン酸、うん、いりますね。え、いります。もうなんか、もうすでに俺はもうなんか関節が痛いような気がします。わ、うん、かります。股関節、膝、うん、股関節おかしい、足に来てます、うんうん、心配するよね。消耗品ですからね、うんうん。まあ、もうちょっとしたら多分ここの軟骨回復するような医療が ね、 なるほどね、再生医療がね、なるほど、できると思いますのでね。それまでは今の関節ちゃんをいたわりながら登りましょうと。登りましょう、はい、ね、でラスト締めの登山家あるあるお願いします。私登山家といえばもうこれに尽きると思います。どうだどうだ、ストイック。おー、なるほど、一言で。でも登山家といえばストイックです。ストイックやね、何するにしても。やっぱりみんなどん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 高い山、しんどい山登りたくなるでしょ。うん、ド M。 ほんで坂があればあるほど頑張って登るでしょ。ド M。 なんでそんなことするんって言われるでしょ。うん、ド M だから。膝軟骨痛いのに登るでしょ。うん、ド M だから痛みつけて嬉しいでしょうね。これ気持ちいい、いやー言うて登るんでしょうね。ストイック以外、いやらせません。確かに朝早起きして、うん、おにぎり握って、うん、山登って昼飯をウインナーかなんか飯、山飯して、うん、夕方に帰ってきて、うん、ねえ、家帰ったら洗濯して、うん、しんどいよ。 SNS に追われて、うん、もうストイックだからできるんでしょうと。ド M。 うん、わからんでもないけど、わからんでもないけど、そうですね、うん、みんな気持ちいい言うて登ってますから。はい、景色いいってやつね。登山家あるある、はい、究極の使命、はい、ストイックということで、はい、終わりましょうか。ストイックです、はい、膝を削ってストイックです。じゃあ終わり、終わり。ヒアルロン酸を注射で打つと。はい、じゃあこれで終わりましょうか。終わりましょう、はい。
よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。お願いします。はい、終わります。終わります。はい。